疲れ様です。おはようもう撮ってますね。この感じは。ちょっと今日はめっちゃ降ってきちゃいましたね。めっちゃあいにくの雨ですけど。はい。ちょっと今日は涼二さんの人生をいろいろ聞きたいんで、はい、はい、お願いします。じゃ行きましょう。はい。寒い。ちなみに今の場所は、今のは EXPG の東京港っていうところで、まあ、僕は EXPG の大宮港に入港してたんですけども、ここは東京港で、いつもあのリハーサルとかやらせていただいたりとか、とてもお世話になってる場所です。あ、じゃあ普段利用してるんですか？普段から、はい、そうですね、利用して、ダンスレッスンもそうですし、すごいよく行く場所でっていうか、はい。さっきまで晴れてたんですよ。そうなんですよ、ね、俺晴れ男のはずなんですけど、誰か同じタイミングで違うメンバー出たな、外。やっぱこの辺はよくいるんですか？あ、そうですね、中目黒はやっぱお仕事する時もそうですし、まあ、普段からよく来るホームタウンって感じですね。いや、昼間めちゃくちゃ暖かかったんですけどね、急に雨とともに涼しくなってくる、うん。ちなみにこの公園はよく来てます？この公園は、いや、よくは来ないんですけど、あのラブレッドの TikTok、うん、ウルフの TikTok でラブレッドをあの辺で撮ったりしました、ね、晴れてる時に。あ、なるほどなるほど、はい、ちょっとしたコンテンツというか。そうですね、まあ、PG からも近いし。うんうん。りょうじさんの感性を伺いたいと思うんですけど。感性、はい、感性ですね。感性、感性、感性、人生、あ、今感性、あーすいません、ちょっと国語が欠落してて、国語が。まず基本的なデータから伺いたいんですけど、はい、出身どちらなんですか？出身は埼玉県の日高市っていうところです。うん。そのどんな町なんですか？そうですね、もう本当山と川、時々すき家があるぐらいの、もう本当田舎の畑もあったりとか、のどかな場所ですね、自然豊かな。その家族構成はどんなもんですか？家族は母親で、父親が別で別居というか、まあ離婚してて、実質シングルマザーで、母親一人、姉、弟、自分ですね。なんかこう昔を振り返ってどんな子供だったんですか？そうですね、なんかでもよく聞くのはすごいのんびりしてて、よく 寝てるような、勝手に寝てる感じの子供だったみたいですね。ちっちゃい時は。起きてる時は結構活発だったって聞きました。うん。なんかこう当時流行ってたもんってどうなんですか？子供時代ですか？うん。なんだろうな、でももう仮面ライダーとか好きでしたね。あとなんとかレンジャーとか、もう本当ポケモンとかもみんなと同じ好きなものって感じでした。うん。どんな遊びやってたんですか？小学生ぐらいは、まあ、サッカーずっとやってて、幼稚園の頃から中学生までやってたんですけど、サッカーやってたんですね、公園で。サッカー少年。サッカー少年でしたね。で、まあ、休みの日はカードゲームしたりとか、友達ん家行ったりしてました。家庭的には、はい、こう裕福な方なのか、こう普通なのか。うちはでも本当、それこそシングルマザーっていうか母子家庭なんで、結構貧乏っていうか、お金は多分両親揃ってるところよりはないんじゃないかなっていう。まあすごい貧乏を感じなかったですけど、母親は多分頑張ってて。なんですけど、全然何不自由なかったんですけど、まあ貧乏だったかもしれないですね。団地暮らしでしたし。大変だったなみたいな思いあります？あー、でもそうですね、なんか母親は一人しかいないんで、弟がそれで10個離れてるから、
保育園迎え行ったりとか、僕が中学生の時とかは弟迎え、母親が仕事でなかなか行けなくて僕がじゃあ行くよみたいな感じで迎え行ったりしてましたね。当時すげえ思ってたのは、なんで他の家と違うんだろうみたいなのはすごいあったし、まあ、一軒家とかもすごい憧れたしっていうのはありましたね。よくなんか言ってました、そのなんで他と違うんだみたいなことは、ちっちゃい頃は言ってたかもしれないですね。どんなお母さんでした？お母さんは、でも本当なんか好きなことを止めないというか、サッカーやりたいって言ったらサッカーやらせてくれたし、で、辞めるって言ったら辞めさせてくれたし、なんか自分が選ぶことにこう前向きに応援してくれるというか、それこそ歌始めたり音楽始めるときも特に何も言わず、なんか見守ってくれてるじゃないですけど、何も特に何も言ってこない感じですよ。じゃあ結構いろんなことで応援してくれてるお母さん。応援してくれましたね。中学生はどんな生活を送ってたんですか？中学校はそれこそ中1まで結構なんかその名門というか、あの試験があって受からないと入れないようなクラブチームに入ってやってたんですけど。クラブチーム？サッカーのクラブチーム、はい。ディプロっていう、ディプロマッツっていうところがあるんですけど、そこで最初やってて、ずっと一軍だったんですけど、ある日、夏合宿で、金髪にしてたんですよ。ちょっと目立ちたくて、その時、本田圭佑選手とか、すごいなんかこう、インパクトあって、かっこいい人がいて、それに憧れて金髪にしてたら、二軍に落とされちゃって、はい、そんなんダメだ、みたいな感じで、もうそっからすごいプライドがへし折れちゃって、で、辞めるってなって、で、監督にもすごい止めてもらったんですけど、結局辞めちゃって、で、なんか、その、つまんない、二軍でこうつまんないなって思ってて、で、そのぐらいから、こう、ちょっとやんちゃな先輩たちと仲良くなって、でこうサッカー練習したりしたらこう外から見てるわけですよ。もうサッカー終わりを待ってる感じで、でなんか自由でいいなって思ってやめちゃいましたね。挫折っていうんですかね。結構じゃあもともとサッカーはのめり込んでたタイプだったんですね。そうですね。小学生の頃はそれこそキャプテンもやってて、ずっと引っ張っていこうっていう気持ちだったんですけど、それがきっかけでしたね。すごい今思ったらなんかもったいないなって思うんですけど、なんかその遊んでる、何も習い事してないで遊んでる人たち、まあ、それこそずっとサッカーの練習ばっかしてたんで、まあ多分そこにも疲れちゃったのかもしれないですけど、ちょっとなんか自由に見えちゃった感じです。周りのお友達とはどんなタイプ？周りの子たちも中学校の頃はそれこそ、まあ、ちょっとやんちゃな感じというか、なんかバカっていうか、バカできる人っていうのがすごい自分の中では居心地が良かったんで、その人たちとかと一緒にいましたね。まあサッカー結構のめり込んだっていうので、まあ結構スポーツは得意な方だったってことですね、はい、そうですね。何球技系は結構得意でした、ね、バスケとかも体育でやるのすごい好きだったし。逆に勉強はどうだったんですか？勉強はもう本当多分やればできるんですけど、もう逃げちゃってて、特にその時は、うん、もう本当なんかそのやめた解放感じゃないですけど、なんかもう全くしない感じでしたね。中学もすごいずる休みとかも多くて、なんかその給食だけ食べに行くみたいな時とかもあったんですけど、中学ほとんど行かなかった。そうですね、行かなくて、で、ある日にこう体育祭はずっと出てたんですよ、毎年楽しかったんで。そういうタイプの人いますよね。そういうタイプの人だったんですけど、その体育祭は毎年すごい楽しくて、それこそ友達も多かったんで、
あのたまに来る杉山みたいな感じだったんですけど、でもすごいみんななんか、おー良心みたいな、杉ちゃんって呼ばれてたんですよ、その時は。杉ちゃん来たのみたいな感じで、すごいこうウェルカムなんですよ、なんかみんな優しくて。そうで、なんか学校楽しいなと思って、うん、そこから勉強し始めましたね。先輩たちが結構その高校行かずに働いてる人が多かったんで、自分もなんかその身近にそういう環境にあったんで働こうって思ってたんですけど、ちょっとこう高校生の興味が生まれて、うん、でなんかすげえ覚えてるの、母親になんかやってみなきゃわからないくないみたいな感じで言われて、やってみたらいいじゃんって言われて、すごいシンプルなんですけど、自分はなんか刺さって、それがそれで勉強、猛勉強して、それこそ学校の先生にすごい協力してもらって、なんか家に来て教えてくれたりとか、うん、新井先生、龍一先生っていうのがいたんですけど、当時僕がすごい迷惑かけたっていうか世話やかしてしまった先生がいるんですけど、もうその先生にすごい熱い男らしい人なんですけど、もう俺がじゃあもう学校も来ないんだったら家まで行ってやるみたいな感じで勉強教えてくれてましたね、毎日。人生でマジであんなに勉強したことないぐらい勉強しました、本当、うん、もう遅れてる分取り返さなきゃいけないし。高校はどうだったんですか？高校は受かって、まあ、頭がいいとかじゃないんですけど、まあ、なんとかそのいろんな方の協力もあっていけるってなって、でそこから高校生活始まったって感じですね。高校生活はこう順調にいったんですか？高校生活もでも本当それこそなんか面白いなって思ったのが、あの中学校で毎日行ってた子が高校になってこうどんどん辞めてくんですよ。その1年で辞めて2年で辞めて、まあすごいなんかこうもったいねえなって思ってて、結構すぐ僕でも勉強したら受かるテストも全然勉強しないからやっぱ受かんなくて落ちてっちゃうじゃないですか。あの義務教育と違うから高校はもうリアルじゃないですか。だからすげえもったいねえし、なんかどんどん友達いなくなってっちゃうなと思ってて、すごいなんか寂しかったっすね。逆転しちゃってるっすね。そうですね、多分その決意みたいなのが多分強かったんだと思うんですね、自分は、うん、絶対卒業してやろうっていうのあったんで。なんかアルバイトとかはしないですか？アルバイトはピザーラの配達を結構長くやってましたね、一番長いので言うと。それ高校時代？高校ですね。あの原付免許が取れるじゃないですか、はい、で自分外で動きたい働きたいタイプだったんで、まあ配達だしで接客もできるし、なんかすごい楽しかったですね。いっぱい稼げるっていうのはありましたけど。仕事はできる方だったんですか？結構そうですね、なんかあんまり怒られたことはないと思います、うん。まあ、ちょっと一通り学生時代伺いましたけど、はい、高校卒業してからは？高校卒業して、でも最初なんかすごいやることがなくて、とりあえずで職人さんやってたんですけど、あのペンキ屋さん。そう、それ、まあ、身近に父親ももともとペンキ屋さんだったんで、すごい身近な職場っていうか、なんかやることが大体想像できるところだったので手出しやすくて、それでやってて。なんで数あるこう職業の中から、まあお父さんの影響もあると思うんですけど、なんでペンキ屋だったんですか？いや、なんかそれこそ就職しようと思っていろいろ見てたんですけど、なんか自由さっていうか、なんか自由っていいなみたいな時だったんですよ独り立ちしたかったんです、ね、そうです。なんか自分で何かをしたいって思ってて、でそれが職人さんって結構なんかこう現場に先輩と2人で行って、あとはもうこう自分で考えて行動して仕事していくスタイルなんですよ。だし外だしで力仕事も得意だったんで、でなんかそういう先輩のこの人間関係もなんかすごい自分が接しやすい人たちで、こうなんか可愛がってくれるっていうか、なんか兄貴肌的な、僕長男なんで、なんか多分そういう兄貴肌的な人たちがすごい好きだったんですよね、多分自分より年上だし、いろいろ知ってるし、よくしてくれるんで、そうですね、そこでずっと働いてました、ね。
特に仕事はどうだったんですか？結構楽しかったんですか？楽しかったっすね。私ずっとやってた幼馴染の今は社長やってる子がいるんですけど、はい、その子にもすごい褒められてたし、現場もそれこそもう一人で行ったりして後輩連れて行ったりとかずっとしてましたね。家を塗り替えるっていうまあなんかそのやっぱ家って劣化してくるんですよ、太陽光で。雨と太陽光の繰り返しでこうどんどんこう亀裂が入っちゃったりするんですけど、それ亀裂を埋めたり、まあ、色塗り替えたり、まあ、屋根とかも塗ってましたね。あの防水、あのベランダとかの防水とかもしてました。なんかこのペンキ屋で得た知識でこう特殊技能じゃないですけど、なんかあります？あのコロコロあるじゃないですか。コロコロ、あの毛玉を取る、はい、あれペンキのあれと一緒なんですよ、形が、はい、だからめっちゃ早いんですよ俺。絨毯でこう絨毯ちょっと綺麗にしたいなってなったらもうみたいな感じで、もう早俺と思って、そこ一番感じてますね。そこ一番生きてるかもしれない。結構言われますみんなに、何そのやり方みたいな。めっちゃ面白いけど、いやもう、 こう角をこうあるんで、こう角をこうやってやったらこうやって塗っていくんですよ、ペンキって。その動きなんですよ。だからもう隅々まで綺麗にいってんですよね。なるほど、はい、これ一番生きてますね、今生活に。あれですね、壁とか見てこう、あれこれ塗りたてだなとか。あーそうですね、そういうの分かったやつです。塗りたてのところは分かりますね。それこそこの間クックの家行ったじゃないですか。クックの家塗りたてだったんですよ。で塗りたてですかって聞いたら、あ塗りたてですって言ってました。これ正解。あ、その辺分かるんですね。分かります、さすが。塗りたてもしくはモンストロ塗らないとダメだよっていう、そこぐらいは分かります。なるほど、これちょっとこのまま放置してるとちょっとやばいかもねっていう、ひび入っちゃうよとか。いや、そうっす、それはあります。ずっとなんかやりたいことないかなって思ってて、ずっとやってて、でそこで、うん、あの音楽と出会った感じですね。なるほど。まずだからきっかけですよね、このアーティストを目指したきっかけ、ね、まあ、どの辺、きっかけは何歳ぐらいですか？はい、でもなんかよくよく考えてみれば、その僕の家になんかその音楽が結構あって、もともと母親がもともと洋楽とかレゲエとかすごい好きで、なんか車の中とかもちっちゃい頃から、まあ、ボブ・マーリーが流れてたりとか、マライア・キャリーが流れてたりとかずっとしてて、うん、っていうのもあったのか分かんないんですけど、なんか中学生の時にそれこそ携帯を初めて手にするじゃないですか。でこういろんな情報が入れられて、でその時 YouTube がまだすごい見るのに時間かかる時代だったんですよ、あの、はい、ガラケーで。なんですけどずっと見てて、あの洋楽をすごい聴くようになって、でその中でもクリス・ブラウンっていうアーティストがいるんですけど、そのアーティストがすごいいろんなチャートに入ってる時代で、めちゃくちゃかっこよくて、でずっと聴いてて、あのコンポあるじゃないですか、はい、あれもあのいとこからもらって、その部屋で聴いたりとかするようになって、で初めて CD を買ったのがあの DJ キャレットのアルバムを買ったんですけど、そのアルバムが超かっこよくて、でその頃からヒップホップとか R&B がすごい好きになって、でずっと聴いて、なんか夜中にやってるそのヒップホップ R&B ショーみたいなのがあって、はい、リアルにラップ作ってるみたいな人たちを見かけて、あでやってみようと思って、そこからラップを始めた感じになります。なんで僕シンガーっていうか、うん、その歌から始めたんじゃなくてラップから始まってるんですよね、音楽で言うと。じゃあルーツはラップなんですね。ルーツは、はい。なんか不思議だったのが、はい、こう結構 J-POP が日常に溢れてるじゃないですか、はいはいはい、そっちじゃなかったんですね。そうですね、なんか
まあ、洋楽も英語全然わからないんですけど、なんかその耳障りがすごい好きで、だ多分よく考えてみたらその母親がずっと聴いてて、それを自分も聴いてるから、それが多分ルーツになってるんじゃないかなって思うし、なんか逆になんかその当時のアーティストってもう、まあ、昔からもそうなんですけど、その歌いながらラップする人がすごい好きだったんですよ、もともと。だからなんかラッパーとシンガーの区別があんまりしないままこう好きだったんで、特になんかこうなんか J-POP 聴かないわけでもなかったし、うん、なんか自分の好きな曲を本当ジャンル問わず聴いてた感じですかね。なるほど。でもたまたまハマったのがラップだったっていう。でそこからなんとなくなりたいなみたいな思ったのは、そうですね、なんとなくなりたいなって思ったのは高校生ぐらいの時で、でまあでも全然こう周りに音楽やってる子がいなかったんで、全然なんか何からしていいかも分かんないし、まあお金もあんまりないじゃないですか、だから機材とかも買えないし、うん、っていうのがあったんですけど、成人する前のその高校卒業してからそのフルで働けるようになって、うん、機材買えるじゃんと思って、うん、でそこから機材買って家でこうラップ作ってみたいな、それがなんか自分の中での遊びっていうか、なんかみんなとワイワイするのも楽しかったんですけど、なんかそれにこう退屈さをがあったんですよずっと。でもそれがなんか音楽のそのラップ作り出すことで解消されてったって感じですね。じゃあ実質的にこう始めたんですね。そうですね。こうスクールに通うみたいなのなかったんですか。スクールに通うことの方がすごい手伸ばしづらかったんですよ、うん、あのもともと自分で作ったりしてて、で EXPG があるっていうのを知って、でもスクールってどういうことやるんだろうっていうのすごいあったんで、めちゃくちゃ行きづらかったんですけど、まあちょっと音楽友達増やそうと思って行ってみたんですよ。そこから EXPG 大宮校に入校したって感じですね。それまではなんか、まあ、クラブ行ったりとか、成人してからクラブ行ってその自分の好きな音楽が一緒の好きな人といるのもすごい楽しかったし、なんかそういう人のつながりとかもすごい好きだったんで、なんかそういう遊び方をしてたんですけど、うん、まあ、EXPG に行ってそれこそなんかこう音楽を教わるのもそうなんですけど、この人としてのこう大事な部分というか、まあ、礼儀だったりとかそういうものを教わった感じですかね。まあ、歌も音楽ももちろんそうなんですけど。 PG はどれぐらい通ってたんですか。約2年ぐらいですね。それはボーカルのみ。ボーカルのみでした、ね、うん、なんか歌をやってみたいと思って、今までこう作ってきたのこうラップだったりメロラップだったりそっち系が多かったんです。まあ、R&B も好きだしっていうので習ってみたいなって思って歌にしました。まずその時期はオーディションも結構受けた。オーディション、そうですね、そのそれこそ EXPG じゃないところのオーディションも受けたし、こうオーディションって調べてこう出てきたサイトのところを片っ端から受けたりも しました、ね、でそしたらあのディープのオーディションがあるっていうタイミングになってそこを受けたって感じです。ディープボーカリストオーディション、はい、どうでした。そうですね、なんかもうオーディションに受けること自体をもうやめようと思ってたんですよ。で、あの配信もすごい自分のオリジナル曲作ってて、 MV とかも結構今もう普通にこう撮れるし、何でも発信できるじゃないですか。で自分で全部やっていこうと思って自己プロデュースでやっていく前のオーディションだったんで、もう終わっ、これダメだったら一から自分でやっていこうってこう腹くくってたんで、すごい特別な思いもあったし、すごいなんか自分のこの LDH に入るきっかけになったオーディションでもあるんで、すごいなんか思い出深い、思い入れのあるオーディションですね。オーディション自体はこう結構大変だったんですか。そうですね、まあやっぱみんな上手いし、こうすごい夢をかけてきてると思うんで、自分もすごいそこには
なんだろう、落ちて自分でやっていくからまあ一緒っていうのだとすごいなんかライバルにもリスペクトがないじゃないですか、うん、だからすごい全力でやったし、そうですね、みんなも全力だったと思う。すごいなんか ギラギラしてました。結構自信はあったんですか？そうですね、もう本当全力でやるからにはもう自信がないとダメなんで、もう超自信満々に行ってましたね、オーディションは、うん、で、最終オーディションで合格して、はい、オーディション合格した時はどんな気持ちでした？泣いたんですけど、それはなんかこう母親の姿が見えて、はい、そこで母親が泣いてたんですよ。母親が泣くって結構レアでだったんで泣いちゃったっていうのはあるんですけど、そうですね、正直嬉しかった反面不安もすごくありました。ディープスクワットとしての活動はどうだった？そうですね、でも本当なんだろう、すごい最初はやっぱずっとプロとして第一線でやってた方々と同じメンバーになるわけなんで、何も知らない自分がやっぱ足引っ張っちゃった時もあっただろうし、その歌の面とかで、すごい自分にとってもなんかこう足を引っ張りたくないっていうか、むしろこう自分たちが入ったことでもっと人気を得なきゃいけないっていう気持ちで入ったので、なんかそこはすごく大変でしたね、うん、で僕らってデビューしてすぐコロナになっちゃったんですよ。あの世間がなんで、なかなかこう思うようにいかないことが多くて、それこそコロナで何もしない一日がずっとあるんで、それってなんかあの傍から聞いたらすごいいいかもしれないですけど、な楽じゃんみたいな、楽でいいじゃんって思うかもしれないですけど、もう僕らはもう本当に人気にならなきゃいけないし、すごいこれからっていう時にこう何もできない一日がずっと続くっていうので、すごいなんか不安になっちゃって、うん、一時期すごい考え込んじゃって結構落ちちゃった時があったんですよ、うん、でご飯もあんまり食欲もなくて結構悩んでたんですけど、うん、そういう時こそやっぱこうファンの皆さんの声とかすごい見てて、でそれを見てると、あの何もしない日って考える時間が多いじゃないですか、だからもうどんどん考えて、こう悪い方に考えちゃうとどんどん悪くなっちゃうんですよ、考えすぎちゃって、ですごい落ちちゃったんですけど、なんかそういう時母親に連絡してみたりとか友達に連絡したりすることで、なんかすごいなんか元気になって、ちょっと今するには何をしたらいいかを考えようって思って、でそこからいろいろ SNS での発信が多くなった感じですね、うん、3年活動してたけど、その中の1年はもう本当身動き取りづらい1年でもあったんで、すごい応援してくださる方にもなんか不安にさせちゃったと思うし、自分たちも不安だったんですごいなんですけど、まあそれを乗り越えてやってきたんで、そうですね、お客さんと会う瞬間が当たり前じゃないのを僕らは分かってるんで、その会えない状況っていうのがあったんで、だから会える時はやっぱ嬉しいです、うん、まあそんな中、はい、アイコン Z オーディション第2章、はい、これなんで受けたんですか？そうですね、まあ本当にそれこそさっき言ったそのコロナ中に感じたこのやらなきゃいけない、人気にさせなきゃいけないっていう、この応援してくれてるディープスクワットのディーパーの皆さんをもっともっと大きいステージに立たせたいっていう気持ちがすごいあって、でそのヒロさんからアイコン Z 参加しないかっていうお話をいただいたときに、なんかその時に思ってたこの闘志がまたもこう燃え始めたっていうか、これ今しかないと思って、ですごいなんかこうダンスもすごい人たちもいるじゃないですか、でこれからはダンスもやっていくっていう時に、ダンスもすごく興味があったんで、うん、まあやる興味あるのとやるのは難しいかもしれないけど、結構この調整は意味があるなと思って、まあ今までの方々に満足してもらう、でいろんな声があったんですよ、やっぱそのアイコン Z 参加する時も、じゃあディープスクワットどうするのとか、あとその3人3人は別れるのとか、いろいろあったんですけど、まあ、僕の個人の
感じてたことは、なんだろう、そこで僕を応援してくれるのも、そこで僕の応援しなくなる方も多分どちらも いたと思うんですよ。ですけど、それでもついてきてくださる方を絶対大事にしようと思って、でその大事にするこの恩を返すって、やっぱりこう人気が出たりとか、こう押してて、なんていうんですか、自慢になる、アーティストっていうんですか、なんかそういうアーティストにならなきゃいけないなと思って、あ、そのアイコン Z っていうすごい大きいステージに立たせてもらうってことで、もうすごい気合い入れてチャレンジしようって、もう迷いなく、まあ迷いなくはないか、まあ少しはあったんですけど、まあもうほんとそっちに切り替えてからもう迷いなく何でもやってやろうって思いました。実際挑戦してみてどうでした？そうですね、みんな若いし歌もうまいしラップもできるんで、うん、まあでも自分にしかないものってあると思うんですよ。まあ声は自分がすごい、自分にとっては声が一番武器だなって思うし、なんだろう、 こいつに何歌わせてもなんかこなすよなみたいな感じのアーティストに思ってもらいたいんで、自分もなんで、そこは自信があるんで、こういいところは吸収して、逆に自分たちのもので吸収してる部分もあるだろうし、なんかすごいいい関係というか、で若いんですけど混ぜてるっすね。もうコータとか山本コータとかマジで対等に話してますもう普通に面白いです。どれぐらい、年齢どれぐらい下ですか？10個下っす。で俺の弟と変わんないのか。ああ、なるほど。そうっすね、変わんないけど、もうほんと考え方も大人だし、なんかちょっと似てるんですよね、笑いのあれが、逆線っていうんですか、いつも話すとよくふざけ合ってます。じゃあそこはその年齢の壁とか特になく、年齢の壁とかもない感じですね。何が一番大変でした？やっぱダンスですね。そのダンスはこう今まで準備してたのもあるんですけど、やっぱりこうレベルが違う、まあ、D リーガーとかもめちゃくちゃうまいし、その合宿とかも毎時間こう新しい振りを教えていただくんですけど、それもまともに入ってこなかったりとか、もうすごい大変でした、結構きつかったです。なんか精神的にも、やれんのかなこれみたいなのあったんですけど、逆に楽しかったことは、楽しかったことは、まあ、それこそ本当二章メンバー仲いいんですよ、みんな、仲いいし、まあ、新しい仲間とも出会えたし、自分の趣味とかも合うやつとかに出会えたりとか、もう本当にみんな仲いいんで、なんかそこが一番あれですね、楽しかった思い出があります。でまあいろいろこう武者修行も経て、第二章まず合格した時どんな気持ちでしたか？はもう本当にほっとしましたね。ほっとしたし、まあ何よりも本当、まあウルフになって最初すごい不安だったんですよね、なんかダンスをするアーティストになるのに、なるために入ったのに、ダンスはあんまり強くないグループなのかなとか思ったりとか、ダンサーが一人もいなかったんですごい不安だったんですけど、まあ本当リハーサルどんどん毎日入ることで、まずこのメンバーとすっごい仲良くなってて、特に年齢も近いっていうのもあるし、でなんかこう関係性っていうかキャラがみんなバラバラなんで、すごいなんかボケツッコミボケツッコミみたいな、なんかそういうのもすごいバランスが取れてて、めっちゃ仲良くなって、そこからすごいなんかこう結束力が深まって、で毎日生配信とかすごい積極的に SNS、 だるまさんのご協力のもと本当にやらせてもらってて、でそこからこうファンというか応援してくださる方々
とたくさんつながれるようになって、ですごいこうやっぱ生配信だからいろいろ言ってくるじゃないですか。で僕たちもそれに応えてこう楽しんでもらいたいっていうのがすごい大きかったし、応援していただきたいっていう気持ちがすごいでかかったんで、なんかそれでこうファンの方々自身も多分すごい結束力が生まれてて、なんかファンの方々だけでトレンド入りしちゃうみたいな、すごいパワーになってて、それってもう紛れもなく、まあ、だるまさんだったりとかスタッフの近くで支えてくださっている皆さんとかのおかげでもあるし、まあ、本当に皆さん応援してくれる皆さんのおかげでそういう力が生まれてると思うので、で僕らもすごいそのパワーを生んでくれている方々にこう楽しんでもらいたいっていうことで日々やってたんですけど、まあ、その結果がすごい合格発表の時も SNS ポイントもダントツで1位だったし、なんかもう本当最高だなって思いました。最初不安だったんですよね、はい、した時超不安だったんですけど、まあとにかく不安に思ってたら何も始まらないから、もう引っ張ってってやろうと思ってそっちにスイッチが入ったんですよ。今思えばあのスイッチ本当入れて正解だなって思ったんですけど、なんか本当常日毎日電話してたし誰かしらに、でまあ鈴木はもう3年も一緒にいるんで、こう考えてることは同じなわけですよ、ある程度。ただこう伝えてこない時もあるんで、うん、確認したり、まあ、クックとかも最年少だしもうどうしていいか分かんないような顔してたんで、もう絶対クック人気にさせるから、クックとギーちゃんみたいな人気させたいから全力でやってくれみたいな感じで言って、でもう2人もすごいなんか熱くてやりますみたいな、なんかそういうなんだろう、練習もそうなんですけど、それ以前にこう気合入ってるから、どこまで本気で思ってるかを確認して、でスタジアムとかそういうでかいステージまで行くアーティストになりたいって言ったんですよ。ってことはもうみんなじゃあ不安じゃないよねっていう、もうここでやっていこうよっていうことを言って、そこから多分みんなも、まあ、僕もそうですけど一気にこうスイッチコロッて変わって、こうやる気スイッチが入った感じになったんだと思います。なんか人数もそれこそ一番少ないし、ダンサーもいないし、みんなも結構物静かな、あの時ってしかも多分全然こう話してなかったんですよ。合宿の時とかもあんまり話す機会もなかったんで、まだこうお互いのキャラもつかめてない時だったんで、余計ですよね。今どうですか？今はもう言ってやりたいですね、あの時のみんなに、ほらねって大丈夫でしょまあでも本当に全員で頑張った結果ですね、今こうやって言えるのもそうだし、まあ、これから本当これからですね、ここでこう初心を忘れてはいけないので、もう本当にだるまさんもそうですし、本当皆さんもそうですけど、こういう方々に支えられて僕らはこうやってこう思い切って活動できているので、なんかこのなんだろう、まあ、愛じゃないですけど、なんかたまにふとなんか暗いニュースとか見てなんかああいいじゃないなみたいな思うんですよ。なんか自分の考え結構なんかイケてるかイケてないかで決めるんですよ、物事を。でそのイケてる方にすごい愛があるんですよ、でなんかここでこの選択したら多分いけてない、すごい愛ないんですよね。なんか変なこと言ってますいや大丈夫ですよ、わかります。そうなんか、ま、なんかこう愛で溢れるグループにしたいですし、まあ、これからもこう皆さんと僕たちと周りの支えてくれる皆さんがもう本当にこう優しい世界で愛がある、今度なんていうの、もう団結して愛がある状態で大きいステージ目指してこう日々活動していきたいなっていうふうに思いますね。なるほど。メンバー今どんな存在ですか？メンバーはもう本当に強力な味方であり、兄弟みたいな、もう本当なんだろう、家族というか、まあこれからもっともっと深くなっていくんでしょうけど、すごいなんか
欠かせない、かけがえのない存在ですね。誰かが困ってたら絶対助けるし、俺が困ってたら絶対助けてくれるしっていう信頼関係があります。今活動自体はどんなことをしてるんですか？今は、まあ、この YouTube もそうですし、そのデビュー8月23日までに、YouTube 登録者10万人っていう目標を掲げて、そのミッションを達成しないと閉鎖されちゃうんで、うん、まあ、本当に今ファンの皆さんとスタッフの皆さんとも一丸となって協力して YouTube の撮影だったり、あとリハーサルだったり、うん、あと楽曲制作の方もしたり、あとはそのスキルアップのためのダンスレッスンとか、ボーカルレッスンとか、ラップも日々書いたりとかしてて。あ、ダンスもやってるんですね。ダンスも、はい、教えていただいてます。じゃあこうデビュー抜けてこうスキルアップしてる。そうですね、今期間っていうか、ね、今はもう本当毎日もう合間を作らないぐらい、自分でも自主的にその合間をどう生かすかっていう時間だと思うんで、この時間がデビューするときにすごい生きてくると思うんで、すごい一生懸命やってます、うん。じゃあ休まる暇ないですね。そうですね、なんかこの時に休んでたら多分もう絶対夢叶えられないっていうか、うん。じゃあちょっとその夢聞かせてもらってもいいですか？そうですね、スタジアムに4人で立つことですね。もうこれは本当に絶対叶えたいですし、うん、まあファンの皆さんにもお伝えしてるので、もう有言実行しないといけない。本当に全力で支え合って、こう結果を出さないと多分いけないステージだと思うので、もう本当常に結果を出し続けて、でそこで皆さんと共有し合ってスタジアム立ちたいです。連れてってください。行きましょう。密着してください、裏側スタジアム。やらせてください、ぜひ。お願いします。日本だけですか？世界行きたいです。世界、それこそアジア、今先輩グループも頑張ってるし、アジアとかアメリカとか行きたいですけどね、うん、もう本当どこまで行けるかは自分たち次第だと思うんで、本当に世界に向けて、その語学勉強もこれから始まったりするんで、あ、世界を視野に入れて活動も。そうですね、視野に入れて活動をさせていただいてます。連れてってください。行きましょう、一緒に。どこ行く？お願いします。手が冷たいですずっと雨だった。そうそうですね。俺もめちゃめちゃ冷たい。そうなんです。暖かいはずなんです。暖かいはずだし、晴れない予報だったんですけど、ね、誰が降らせてるんだ一体。じゃあちょっとまあファンの方へ向けて意気込みいただいてもいいですか？そうですね。もう本当なんだろう、今までもうこれからも支えてくださる皆さんと一緒にステージスタジアム向けて全力で頑張っていきたいと思うので。ぜひついてください。ついあいいですか？あ、ここ使います。絶対に、はい、ウルフの4人力を合わせて、そして周りのスタッフの皆さん、だるまさん含め本当支えてくださる皆さんと団結して、絶対皆さんスタジアムに連れて行きたいですし、皆さんも一緒に絶対、僕たちと一緒に一致団結してスタジアム行きましょう。引き続きよろしくお願いします。そしてまだチャンネル登録されてない方、お願いします。じゃあすいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。寒い中、いえちょっとじゃあお気をつけて。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。